日本維新の会の鈴木宗男参院議員がロシアを訪問したことが分かりました。維新は届け出がないとして処分を検討しています。ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、 P&G はジャニーズ事務所との契約を終え、タレントと直接契約したと明らかにしました。福島県の東北サファリパークで飼育員がライオンに襲われ死亡した事故で、県警は業務上過失致死容疑で施設を家宅捜索しました。日本英語検定協会は英検準2級と2級の間に新たな級を設けると発表しました。級の新設は準2級を作って以来31年ぶりです。北海道の大雪山系黒岳が3日、昨年より2日早く初冠雪しました。今はロープウェイ黒岳駅がある5合目付近が紅葉の見頃です。